血を分けた兄を殺し、絵に入れた当主の座は幻か。寸炎さんに栄えしよくやと、世の亡き後は盟友らの草刈り場となり果てよ。うつけ信長に伝え、新しき世の先駆けとなれ。 酔いの冷めぬうちに。 すげえぞ、秀の字。吉本ってのは東海道一の大物なんだ。聞こえるか？4万の軍勢が逃げてくぞ。マムシ殿が目をかけた理由はこれであるか。 東吉郎、表情へ急ぎなさい。氷のような女だな。 ご活躍だと聞いています。兄をよろしくお支えください。